どうも、すみファクトリーです。お久しぶりです。しばらくちょっと忙しくて動画更新できなかったんですが、今回、少し更新頻度を落として投稿していきたいと思います。今回は、メイク。最近買ったメイク道具を紹介したいと思います。最近買ったのは、こちらのエアリータッチリップ&チークというものを買いました。これシリーズで、フェイスパウダーと、あと化粧下地を持っているんですが、これを揃えて買ってちょっとメイクをして今もうここチークは入ってるんですよ。この塗るだけでふわふわマシュマロみたいなほっぺになるチーク&リップになってるので、リップとしても使えるということ、はい、ちょっとやっていきたいと思います。あんまり目立たないかも、色変わるかな。発色がすごくいいですね、このリップ、チーク&リップは。今普通に持ってるチークの色よりも発色がよくつく感じが、ほらちょっと塗った場所が発色だったんですけど、あ、ずれちゃった。まあいいか、ちょっとずれちゃいましたが、はい、こんな感じで、いつものメイクよりはちょっと漏れてる感じはあんのかな。ちょっとダメだね、やっぱメイクあんまりしてないから、オルちゃん風のメイクに近づけたくて練習してます。今練習中。うん、でもう一個買ったのがこちら、私だけの大人ピンクというマジカルティントですね。ミシャのマジカルティントのリップグロスのミステリアスブラックを買いました。はい、でちょっとこれをさっき塗ったやつに重ね塗りしていったらどんな色になるの。 SPF が入っていてクリアでツヤ感があって色持ちキープということで、ちょっと塗り直しも多分必要ほとんどないんだと思います。マジティントは初めて使うものですが、こうハケにハケタイプになってます。先がピンクっぽくなってるけど、あ、色変わっ、すぐ変わる、すぐ色が変わる感じですね。普通のリップをつけるよりも楽に色が入ってくれるのでとっても感じです。ちょっとラメが入っている、ゴールドのラメが入っているので光って見えますね。ちょっとツヤがあるような、本当にツヤがあって華やかさのプラスが、華やかさがプラスされますね、ゴールドで。うん、普段のメイクよりもしっかり出ると思います。なんか前メイクをしてみたっていう動画とか作って載せてるんですが、まあ、あの再生リストをリンク貼っとくのでよかったら見てください。その動画の時よりかもはちょっとずつ進歩してるかなと思います。はい、はい、というわけで今日は化粧品の紹介をしました。買った購入品の紹介をしました。エアリータッチリップ&チークとこちらのマジカルティント、ミシャのマジカルティントミステリアスブラックを紹介しました。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、すみファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。